初めて宇都宮よさこい祭りに参加します。披露させていただくのは六代目演舞クレン。先輩方が託してくださった思いを引き継ぐとともに、七代目ゆりもんじゅとして新たな一面をお見せできるようチーム一丸となり全力で演舞させていただきます。演舞の注目ポイントはクレン。クレンは江戸での男女の複雑な恋物語をテーマとした演舞です。お七と正之助の心情を表した振り付け、表情は必見です。二人の恋の行方はどうなるのかお楽しみください。それではゆりもんじゅの皆さんです。お願いします。こんにちは、立教大学よさこい連ゆりもんじゅと申します。本日は宇都宮よさこい祭り第1回の開催を祝して精一杯踊らさせていただきます。よろしくお願いします。ゆりもんじゅ、それでは江戸に燃ゆ少女の赤き恋心、火事の鐘鳴り響く江戸の町、豪華を見ない今宵宇都宮に開きは炎上寺の扉、八百屋敷に追われた民を助ける理想と戦い正之助、さあ男は度胸で酔ったわいひょう、俺と晴れたは江戸の花、明け寒れ天に昇るは恋の道、別れの定めが訪れ、炎上寺の門は閉ざされた。哀れつおみ少女の手に、会える日々に思いは早み、会いたい燃え上がれ江戸の町、半生鳴り響く暁の空、今ここに明るい時を越え
ありがとうございました。続いては東京都